はい、皆さんこんにちは、シュです。今日は懐かしの画面でお送りしております。僕自身最近はホワイトボードでどういったんですかね、投稿してるんですけど、いや、ちょっと目の病気になってしまって、まあよく皆さんにある物もらいってやつになってしまって、目が少しちょっと入ってるんですよね。細菌が入ってちょっと腫れてるので、顔を映す状態じゃないっていう形なので、ホワイトボードで今回はさせていただいております。で、お知らせなんですけど、物もらいが治るまではこのホワイトボードで投稿していきたいなと思っております。なので、まあどういったですかね、1週間から2週間、長ければ2、3週間ぐらいはこのホワイトボードでさせていただきたいなと思っております。あともう一つあるんですが、奈良中2021年奈良中の前投稿したやつで、三角形 AIF の面積は正六角形 ABCDEF の何倍かという問題なんですけど、なぜか答えが間違ってしまいました。まあなぜかというか、まあ僕の特徴で思い込みが激しすぎて間違ってしまったんですけど、いろんな視聴者が、3人ぐらいかな、お知らせをしてくれて、間違ってますよという優しい言葉をかけていただいて、で、僕も早く修正動画を出したかったんですが、僕自身が今独立していて、で、まだ塾では飯は食えてない状態なので、いろんな仕事をしている状態です。なので、毎日16時間とか17時間、仕事しながら、動画投稿しているので、すぐに動画投稿ができませんでした。本当に申し訳ございませんでした。今から、その間違ったところ、なぜ間違ったかという回想とか、あとは答え役の成績を変えていこうかなと思っております。よろしくお願いいたします。初めなんですけど、まあ正六角形と言われているので、こんな感じですね。正六角形があります。形ちょっといびつですけど、ごめんなさい。斜めで撮ってますんで、まあ、で、その次に、まあバッテンになってるんですけど、ここが1センチです。で、その次にこっちにこんな感じで補助線引いて、この時こことここの長さ一緒です。だから1センチ1センチってことですね。で、ここが2センチだ、2センチだって言われてます。で、 A、B、C、D、E、F で、その次 G、H、I、J、K となっている状態ですね。この時に、この三角形はこの正六角形を何倍したらこれになりますかという問題となってます。この時に大事なことといったら、また正六角形の性質を知るというところで、こういうふうに僕も解説したんですよ。正三角形作ったらいいですよと、長さ一緒ですよねって、なのでここ2センチだよねって話して、そしたらここ1センチだから1たす2なので3センチということが分かるんですよ。で、ここは1センチということから3対1の関係になりますよねって話してて、ここを丸にすればいいですよねって、そしたらこれが4センチに対して対応する辺、ここですね。なぜかというと、この三角形とこの三角形は相似である、まあここの対頂角と同位角一緒ということから、こことここは対応してるんで4対丸ってことが分かるんですよ。その時に大きな三角形は3に対して小さな三角形1なので3対1とします。あ、3対1ですね。ただ3丸の時は4丸は3分の4って、答えたと思います。僕も3分の4センチというのを答えてたんですけど、なぜかこの時に2分の3というのが頭に浮かんでしまって 1.5 って言ってしまったんですよ。だけど、できないので3分の4センチというのここは間違ってました。僕がもう本当にバカですよね。バカというか、まあそれが僕自身の何て言うの、算数というかその情熱が失わないというところなんですけど、まあこういうところも受験生もたまに思い込みがあると思うので、そこを自分を疑いながらやっていったらいいと思います。まあ僕も反省するべきですね。で、ここは2センチだということが分かってます。はい、そうするとこの三角形とこの三角形もまた相似なので、そしたらここの高さの比
ていうのが出てくるわけですよ、ここの高さの比が。そしたらここを長さ2に対して1たす2たす3分の4、まあ、全部3倍すると6対3対たす6たす4みたいな形になって、6は13、6対13という形になります。だからここが13という長さになります。それに対してここが6という形になるんですよ。そうすると、まあここの三角形、まあ、ちょっと前も説明したここ端折りますが、この長さ6たす13、19の長さです。で、この三角形って、まあ、またあの前の動画も見てください。ここの正六角形の、まあ、3分の1ということが分かってます。なので、やり方としては、こっちに書きましょうか。この三角形求めます。そうすると、まあ、2×6×2分の1、まあ、丸6ということですね。対、この三角形を求めます。そうすると、2×19×2分の1。だけど、この三角形の3倍がこの正六角形なので、×3 倍をしてください。まあ、消えます。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 2で1。そしたら、2対19になります。この三角形は2に対して、ここは19ということが分かっているので、19分の、まあ、やり方としては、ここを1としたとき。だから2対19は、まあ、わからないから X にしときましょう。対、1としたとき。この正六角形1としたときにどうなるかっていうと、X は19分の2ってなります。なので、答えは19分の2倍が正解となるという問題でした。今回の問題なんですけど、まあ、どうですかね、まあ、僕自身が間違ったと、結構分数で思い込みある人多いと思います。また他にも単位も思い込みあったりとか、まあ思い込みをどんだけ省けるかということが100点を取れるところかなと思ってます。もう僕自身もやっぱり数学は、ずっと99点ばっかりの人間だったので、100点取れる人って本当に素晴らしいと思います。だから、逆に言うと結構得点が高い大学というか、僕は本当に言ってなんか95点以上取る面、試験って本当に苦手で、例えば運転免許も僕に1回落ちてるんですよ。だけど逆に言うと難関大学の方が僕にとっては正解率低いから、見方としては楽っていうところで、まあ100点目指そうとしたらそういうところが大事なんじゃないかなって思っております。はい、まあ今回の問題なんですけど、訂正なのでグッドボタンもどちらでも大丈夫です。また皆さんが面白い動画をね、見ていただけるようにどんどんと僕も頑張っていきますので、これからも皆さんよろしくお願いいたします。またよく見てくれてる方、僕も数値とかたまに見てくれてるんです、見るんですけど、まあ未登録の人とチャンネル登録の人で、僕のとこは 25% か 26% はチャンネル登録の人から見てます。ってことは結構既存の方が見てくれてるということで、僕自身は既存の方がすごい大事続きです。僕にとっては本当に僕が動画投稿を続けられてるのは皆さんのまあ厳しいご指導じゃないですけどっていうところと、あとは皆さんといろんな会話できているというところで続けたいという思いがすごく出てきますので、やっぱり本当に教えてくれたりとか、まあ僕自身も面白いと思えるものをどんどん出していきたいと思いますので、これからもよろしくお願いいたします。また未登録も 75% ぐらいありますので、よかったら初見の方もね、登録していただければと思っておりますので、これからもよろしくお願いいたします。それでは次の動画で。それではまた。じゃあね。